こんにちは、シモンです。今日は周りに流されないための自分らしく生きるコツを3つお話しします。よろしくお願いします。自分らしく生きられないとどんな感じなのというところをお話しすると、まず自信がなくなってしまいますね。自分らしく生きることができていないと、そんな自分を信じるってなかなか難しいですよね。だから自信が下がったりなくなっていくという感じにはなってしまいます。で、2、喜びが少なくなる。自分がやりたいと思ってやるのではなくて、他人に流されてやってしまうと、その分面白み、喜びというのは少し下がってしまいますよね。3、何がしたいかわからなくなる。自分が信じられなくなって、何が楽しいのかが見えなくなってしまうと、自分が何をしたらいいのかっていうのが見えなくなってきてしまうんですね。まず自信がなくなるというところからお話をします。これは他人で考えてみるととてもわかりやすいんですけれども、あなたのことを大切にしてくれてる人、あるいはあなたのことを大切にしない人、どちらの方が信じられますかというところなんですね。もちろん自分のことを大切にしてくれる人の方が信じられるよという人の方が多いと思います。自分でも同じことが言えて、自分のことを大切にするからこそ自分を信じることができるんですね。逆に自分のことが大切にできないと、自分を信じることができない、自信を持つことができないという感じになってきます。2、喜びが少なくなるですね。自分がやりたいことをやる、何が大切で何がやっていいかと分かった上でやりたいと思ってやることと、他人に言われたことをやる、他人に言われてこれがいいよと言われてそのままなんとなくやってみる、ではどちらの方が面白いか、どちらの方が楽しいか、どちらの方が喜びがあるかって言われると、やはり自分がやりたいことをやった方が楽しめる、喜びがある、何がしたいか分からなくなるですね。先ほども話した通り、やはり自分が信じられない、楽しいことが何かが分からないとなれば、そもそも自分は何をすればいいの、自分とは何なの、自分はどうすればいいの、自分らしく生きるってそもそも何なのという感じになってしまうんですね。ではどのようにやっていけばいいかというところですね。自分らしく生きる3つのコツっていうのを今回は簡単にお話をさせていただきます。まず1、大切なものを考える。2、行動を考える。3、自分の感情と向き合う。この3つがとても大切になってきます。まず1、大切なものを考えるというところからお話をしますね。大切なものっていうのは大事だよねっていうところはわかると思うんですけど、ではどのように考えていけばいいのっていうと、まず大切なものと曖昧に漠然に考えてしまうと、自分にとって何が大切かなっていうのがよくわからなくなってくるんですよね。そういう時に一つ一つ具体的に考えていくことがとても大切になってきます。まず1、大切な人は誰かと考えてみることですね。できれば紙に書いてみるといいと思います。家族の名前、恋人の名前、友達の名前、仕事仲間の名前とか、自分が周りにいる人、そういった人間関係の名前をずらーっと書いていって、誰が自分にとって大切で誰が自分にとって大切ではないかっていうところが見えてくると、誰のために自分は行動すればいいか、誰を大切にしたらより自分が楽しくなるか、より自分を大切にできることにつながるかというところを見ていくことが大切になってきます。2、仕事をするのはなぜかですね。お金を稼ぐ、仕事をするっていう部分があるとすれば、それは何のために仕事をしているのかですね。趣味のために仕事をしているのか、家族を養うためにしているのか、恋人にプレゼントしてあげるためにしているのか、友達と美味しいご飯を食べに行くためにしているのか、カラオケに行くためにしているのか、酒を飲むためにやっているのかって、いろいろあると思うんですよね。仕事によってお金が得られるんですが、お金のためではなくて、お金を何に使うかっていうところが大事になってきます。お金を何に使いたいかっていうところが見えてくれば、そこから自分の大切なものが見えてきます。3、健康になったら何がしたいか。人によって今なかなか体調がそぐわないなということで、運動もできないし、外出もできないし、なんか日々ダラダラしちゃうなっていうこともあると思うんですよね。今時間がたくさんあって、自分がとても健康だったら何がしたいかですね。自分がもしも本当健康だったら、普段は運動しないけど本当は野球とかヨガとかジムとかにも行ってみたいんだっていう人もいれば、健康だったら旅に出かけてみたいなと思うこともあると思うんですね。自分が健康だったら何がしたいか、時間があったら何がしたいかと考えることによって見えてくるものもあります。最後、しんどくてもできること、やれることっていうのは何かってことを考えてみるのも大事です。しんどいことってやっぱみんな嫌なんですね。我慢しながらやるとか、しんどい思いして苦しい思いしてやるっていうのはとても辛いことではあるんですけど、それでもやりたくなるっていうのはあなたにとってとても大切なことなんですね。
例えば家族をものすごい大切にしている人は仕事でものすごい疲れていても、パートナーとの時間をきちんと取って会話をきちんとする、食事の時間をきちんと取る、子供との時間をきちんと取るという方もいらっしゃると思います。あとはどれだけしんどくても自分はスノボーに行くよ、海に行くよ、山に行くよ、キャンプに行くよっていう人もいると思います。あとは自分はしんどくても未来により誰かのためになるために今は頑張って勉強したいんだってなったら、ここから大切なものが見えてきますよね。しんどくてもできることを見ていくことによって、逆に自分の大切なものが見えてくることもあるんですね。次に行動を考えるですね。行動を考えるっていうのは、先ほど大切なものを何かと考えた後に、大切なものをより大切にしていくためにはどのような行動が考えられるかというところを考えていくんですね。それが大切なものを大切にするにはどんな理想を抱いているかですね。自分は例えば家族が大切なのであれば、家族とどんな関係が築きたいか考えるんですね。仕事がすっごい大切なんであれば、どのような仕事をしていけば自分はとても嬉しいかということを考えたり、趣味であればどんな趣味をしていけば自分は楽しめるかというところを考えていくと、大切なものの理想という形が見え始めてくるんですね。次に現在はどんな感じかというところですね。理想が見た後は現在の自分と比べています。例えば家族との時間をすっごい大切にする、旅行に行ったりだとか、食事の時間をみんなできちんと食べたりっていうところをすごく大切にしたいんだけれども、今の自分はそれができていない、なかなか時間が取れないな、休日はなかなか旅行にも行けないな、家族と一緒に過ごす時間がなかなかないなと思う方もいらっしゃると思います。この時に現実と理想、この両方をまず比較してみることが大切です。そうすることによって現実と理想をつなげる行動の部分が見えてくるからです。それが3ですね。理想と現実をつなげる行動を考えるというところですね。理想に向かうために現実、まず何ができるかというところですね。例えば僕は今40近いんですけれども、見た目的には若々しくて疲れにくい体を作って健康的に生きたいなという思いがあるんですね。だったら未来に若々しくあるために、体力があるためには何をすればいいかというと、まず食事を整える、運動をきちんとする、睡眠をきちんととるというところが大事になってきますよね。で、具体的にどのようにしていけばいいかというと、食事の栄養を一気に高めることができないので、まず僕の場合であれば、最近であれば16穀米を食べるようにしたりだとか、玄米を取り入れたりだとか、運動であればランニングジムというところをやったりだとか、睡眠であれば睡眠をどのように改善していくかというところを考えていくんですね。睡眠の時に首の凝りが気になって眠りが浅いことがあったので、首のストレッチを始めたりというところです。このように現実と理想を結ぶための行動をリストアップしてみるんですね。リストアップした中で自分ができそうな行動からやっていくと、徐々に現実が理想に近づいていって、自分らしく生きれるようになってきます。最初は行動は小さくてもいいから始めてみるということが大切です。どのぐらい小さいかというと、今日明日できるものから始めてみることが大切です。1ヶ月後にできるであるとか、1週間後にできるだと、それまでにモチベーションが下がってなかなかできないんですね。だから明日からすぐできることをまずやってみるんですね。健康になりたいためにウォーキング30分しようってやってもなかなかできなくて、1週間1ヶ月経って結局その思いが消えてってウォーキングをしなくなるっていうことがあるんですが、今日明日何ができるかなってなると、ウォーキングのためにもうちょっとストレッチしておこうかなとか、スクワットを10回してみようかなとか、コンビニに行くときに自転車で出かけるのを歩いて出かけようかなっていうふうに、まず現実に今日明日できることから始めていくと、徐々に徐々に行動のレベル範囲が広がってって、現実と理想が結びつけやすくなってきます。で、最後に自分の感情と向き合う、これがものすごく大切ですね。大切なものを考えた上で行動を考えるという話をしたんですけれども、実際考えて行動してみてもずれていることってあるんですね。あれ本当はあんまり大切じゃないなとか、この行動あんまり合ってないなっていうところが出てくるんですね。行動が合っているかどうか、大切なものが自分に合っているかどうかをきちんとチェックしていかないと、結局ずれたまんまになってしまうことがあります。特に自分らしく生きることが今まであまりできていなかった方は、大切なものを考えても他人からの価値観がものすごい影響を受けていることってあるんですよね。ではなくて、まず自分が何が大切かを考えていくために、大切なものを大切にしていくための行動をとっていって、ズレを徐々に直していくことによって、より自分らしく自分軸で生きれるようになってくるという感じです。行動の後の感情をチェックしましょうというところですね。
仕事が大切だなと思って仕事に打ち込もうとしても、家族の時間が減れば減るほど自分はどんどん苦しくなるな、なんか幸せを感じにくくなるなってなっていけば、本当は家族の方が大切なんだなってことに気づくことが大切になってきます。その時に自分が何が大切か気づく、そこを改善修正していくためには自分の感情と向き合っていくことが大切です。自分は何に喜んでいるか、自分は何に苦しんでいるか、自分は何が悲しいか何が楽しいかっていうことを一つ一つきちんとチェックして、きちんと向き合っていくことによって自分らしく生きる道、自分っていうものが見えてくるんですね。ということで今回の動画の自分らしく生きるコツ3つのまとめをお話しさせていただきます。一番初めにやることは、自分にとって大切なものとは何かと考えてみること。次に、大切なものをより大切にするためにはどのような行動をすればいいかを考える。最後に、大切なものを考えて行動してみて、それが自分に本当に合っていたかどうかっていうところを感情と向き合ってチェックする。この3つをサイクルでずっとぐり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 繰り返していけば、徐々に徐々に自分らしく生きていく自分になります。自分らしく生きていくことによって自己肯定感が増したり、自然と自信が身についたり、自分が何をすればいいかが分かるようになってきたり、喜び楽しみっていうのが感じやすくなってくるので、今回お話しした内容を少しずつやってみていただければと思います。今回の動画が良かったなと思ったらチャンネル登録と高評価をお願いします。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。